ルペルティュは、フランス、奥下にー地域圏、ピレネーオリアンタル圏のコミューン。ルペルティュの市街図。一つの町であるようだが、普通西の国境線が間に引かれている、国境表、ルペルティュの市街地は、フランスとスペインにまたがっている。コンテスダニと、国道9号線側の二つの地区に分かれる。村北部と西部が、フランスのコミューンである、村落のルペルティュである。 東部はイーレスリミッツという集落で、ジ郎の県のムニシピオ、ラ・ジョンケーラに属する。フランス側が、スペイン側より人口が多い。ルペルテュではフランス語、カタルーニャ語で教育を行う二言語学校を持っており、普通西両方の子供たちが学んでいる。観光期になれば、商店街の毎日の平均訪問者数が7万人になる。ルペルテュは、商店街の喧騒とは、 対照的にもともとは非常に静かな村である。観光場ではルペルティは国境に近いというだけでなく二つの歴史的に重要な場所に近いという利点がある。ベルガルド要塞、そしてヒスパニアから帰還する途中ポンペイウスが建てたパニサールのトロフィーである。二つ西国境を示す国境表のナン、no. バー576が村の目抜き通りで目を引く。 他にもコンクリートでできたピラミッド型の国境表のナンバー577がプティポン通りの上方向にある。村は1836年、村のある峠の名にちなんで名付けられ誕生した。峠は古代から存在を知られていたが、この場所に言及されるようになるのはクリューズの村と関連して14世紀からである。村は同じ名前の峠の南側にある。峠は にカ国間の往来を管理するベルガルド要塞があり、二つ西両国が共有している。初期の頃の集落は税関の置かれた小屋から構成された。コミューンとなったのは1836年で、今は別のコミューンであるクリューズとアルベールも含まれていた。これら2つのコミューンが分離し、1851年に3つのコミューンを基礎として新しい行政区画が行われた。 これが今日のルペルティュである。スペイン内戦が始まった1939年、ルペルティュは難民の大量脱出の舞台となった。1950年代以降、富津西間の重要な通過地点となったが、国境の南側のラジョンケーラにあるのと似た規模の大きな商業の村でもあった。2012年7月22日、峠とベルガルド要塞南側部分のコミューン内で、 大火災が頻発したため、一時的に、ふつに四国境が閉鎖された。参照元 INSEE。ありがとうございます。